エンゼルス GM ビリー・エプラーの懺悔。エプラー氏はエンゼルス GM を務めていた2017年オフ、大谷翔平選手の獲得に成功して一躍名を挙げました。コネティカット大学卒業後は不動産会社に就職したエプラー氏ですが、大学時代から夢見ていたプロスポーツへの未練を断ち切れず、ロッキーズのパートタイムスカウトを経て2004年、ヤンキースに転職します。ヤンキースでは長らくブライアン・キャッシュマン GM の右腕として、FA やトレードでの交渉役をこなし、アシスタント GM にまで上り詰めたエプラー氏。このヤンキースでの実績を買われて15年、エンゼルスの GM に招かれたのです。エンゼルスでのエプラー氏の最大の功績は、言うまでもなく大谷選手の争奪戦を制し、二刀流として成功に導いたこと。エプラー氏は大谷選手の高校時代から視察を重ね、17年にポスティング公示されると、他球団に先駆けて代理人にプレゼン資料を送付。6人ローテや登板日前後の休養など具体的な起用法を提示しました。当初は二刀流に懐疑的だった、ソーシア監督を説得して面談の際、大谷選手に対して二刀流での起用を確約させたのです。その後2020年にエンゼルスを解任されたエプラー氏は、現在ニューヨークメッツにて GM を務め、ソフトバンクホークスからメジャーに挑戦した千賀滉大選手の獲得にも関わっています。そんなエプラー氏ですが、エンゼルスのファンや関係者からは、決して優秀な GM とは言えなかったという評価を受けているといいます。このような評価をされている要因として、エンゼルス時代の補強失敗の多さが挙げられています。エプラー氏はエンゼルス GM 就任後、アップトン選手と5年約129億円、トラウト選手と12年約479億円、レンドン選手と7年約268億円と、相次いで大型契約を交わしました。主砲であるトラウト選手はともかく、アップトン選手は期待外れの結果に終わってしまい、22年春のキャンプ中に契約を1年残して解雇。レンドン選手に至っては皆さんご存知のように、故障を繰り返し、右股関節、右手首と相次いでメスを入れ、MLB 史上最悪とすら囁かれるほどの不良再建と化している状況です。現在エンゼルスの若手有望株が他球団に比べて枯渇しているのも、エプラー GM が大型補強を繰り返した挙句、傘下のマイナー組織の拡充を怠ったからだと言われているのです。大谷選手を口説き落とした手腕は評価されていますが、エンゼルスの GM 時代は5年間で地区4位が4回、結局一度もプレーオフには出場できませんでした。エプラー氏は米メディアジ・アスレチックの取材で、自身のこれまでの GM としての働きについて、とにかく長年資金面で苦い思いをしてきた。オーナーであるアート・モレノの意向もあり、投手の補強には積極的にトライできなかった。私の在任時には、ティム・ミンスカム、リッキー・ノラスコ、トレバー・ケイヒル、マット・ハービー、フリオ・テラーンといった比較的安価な中堅、ベテランを短期契約で獲得することしかできなかった。結果としては失敗と言わざるを得ないと思う。それだけに、あの時翔平を獲得できたのは本当に嬉しく思う。できれば私が在任している間に翔平をポストシーズンに連れて行ってあげたかった。でも申し訳ないが、現在の体制を改善しない限りエンゼルスのポストシーズン進出は今後も厳しいのかもしれない。翔平には申し訳ない気持ちでいっぱいだと、自身が獲得に携わった大谷選手に対する謝罪の気持ちを述べていました。エプラー氏はもともとヤンキースで GM 補佐としての実績が評価され、エンゼルス GM に招かれたという経緯があります。ヤンキースは誰もが知るように毎年オフ大型補強を断行するようなチームであり、そこで実績を積み上げてきたエプラー氏は、契約交渉や大型補強はむしろ得意分野でした。しかしエンゼルスのオーナーであるアート・モレノ氏は、エプラー氏が自由に使える予算を制限、贅沢税などの兼ね合いから年俸総額を一定額に抑えるよう働きかけたのです。こうした制限がある中、すでにトラウト選手やプホルス選手ら高額選手が揃っているとあって、エプラー氏が補強に使える予算はごくわずかでした。
しかもある程度の予算があった2019年オフにはレンドン選手と大型契約に合意したこともあり、自らさらに予算を削る事態に陥ってしまい、投手補強など完全に不可能になってしまったのです。大谷翔平エンゼルス入り決定の日は、はい、マイネームイズ翔平大谷。こんなに多くの人の前で話すのは緊張しますし、今まで考えてきたことが飛びそうなのでつまずいてしまったら申し訳ないです。まずはじめにエンゼルスの皆さんへ感謝の気持ちを伝えたいなと思います。オーナー、社長、GM、監督、チームのスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。また、僕の家族、日本で一緒にプレーしてきたチームメイト、僕に野球を教えてくれた指導者の方々、そしていつも応援してくださった日本のファンの皆さんにも感謝したいです。今回のプロセスにあたり、本当にいろいろな方々に支えられてここまで来ました。本当にたくさんの人たちに支えられて、今日ここでメジャーリーガーのスタートラインに立てて感謝していますし、エンゼルスの一員としてファンの皆さんと共に優勝を目指して頑張っていきたいと思っています。最後に一つだけ、今日マイク・トラウト選手の結婚式がありますので、結婚おめでとうございます。そしてエンゼルスの皆さんと一日でも早く会えることを楽しみにしています。2017年12月、大谷選手はエンゼルスの入団会見でこのように語りました。エプラー氏は2004年オフからヤンキースのスカウト、GM 補佐を歴任。例年8月は日本や韓国の若手を発掘するために、自らの足でアジアへ調査を行っていました。特に日本人選手の調査には力を入れていたというエプラー氏。日本では実際の試合だけでなく、たびたびタクシーの運転手にいろいろな選手についての意見を求めた。と、熱烈な日本の野球文化もうまく利用する手法も取り入れていたといいます。そして2013年、エプラー氏は当時18歳だった日本ハム大谷選手を初めて視察しました。その才能にすぐ惚れ込んだエプラー氏は、当時ヤンキースの国際スカウティングディレクターを務めていたドニー・ローランド氏に電話をかけたといいます。この若者は本物だ。大谷選手が投手タイトル3冠に輝いた15年、エプラー氏は大谷選手が12三振を奪って完封勝利した8月18日のロッテ戦を視察していました。スプリットのスピードガンは93マイル、約150キロを計測していて、何人かの球団幹部が打つことは不可能と呼んだ。大谷選手の勝負球をエプラー氏は、自身が獲得に携わったヤンキースの田中将大選手の球と比較して、他にもっといい言葉があるかもしれないけど、なんというか大谷のスプリットはより破壊力があるものだった。打者に打つチャンスはなかった。全力でウィッフルボールを投げる時と同じくらいのキレ、そして変化し始めるタイミングの遅さだったけれど、投げていたのは野球のボール、誰も打てないと私は自分に語りかけた。このように評していました。そして15年10月にエンゼルス GM に就任したエプラー氏は、17年オフの大谷選手争奪戦に参戦するのです。メジャー全30球団のうち27球団が参戦したと言われている大谷選手の争奪戦。2017年12月3日の日曜日、大谷選手が正式にポスティングされた48時間後、ロサンゼルス国際空港に着陸した約1週間後に、一次選考から外れた球団が明らかになりました。最初に公式声明を出したのは、ニューヨークヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM。報道陣に対し、ヤンキースが一次選考から外された。と言明したのです。この一報は、球界全体に大きな衝撃をもたらしました。そしてその24時間以内に、二次選考に進む7球団が明らかになり、エンゼルス、ドジャース、パドレス、ジャイアンツ、マリナーズ、レンジャーズ、カブスが選ばれることに。エプラー氏は代理人のバレロ氏から、明日2時間、大谷と会えるという返答を受け取ります。その時点でエプラー氏は正確な予定までは把握していませんでしたが、大谷選手は月曜日に3球団と、もう3球団と火曜日に、そして最後の1球団と水曜日に面会することになっていました。これだけの過密日程ということで、再びエプラー氏とエンゼルスのスタッフ一同は徹夜の日々を送るのです。
エプラー氏は大谷選手に13分間の動画を見せることを予定していました。そして残りの時間を使い、書面のプレゼンテーションで明かした条件を改めて強調し、大谷選手側の反応を聞くことにしていたのです。そこでエプラー氏はエンゼルスタジアムのオフィスで予行演習を行い、できるだけ明確なメッセージを伝えられるよう、大谷選手が聞きそうなことすべてに答えられるよう準備を重ねました。面談ではチームの顔であるトラウト選手とフェイスタイムでつなぎ、数分間にわたりエンゼルスでプレーすることがいかに素晴らしいことなのかを語ってもらったといいます。オーナーのモレノ氏が第一声を発し、その後ソーシア監督がいくつか自虐的な冗談を言うなどして面談は進んでいきましたが、エプラー氏によると大谷選手は笑っていたといいます。その後しばらくしてエプラー氏にバレロ氏から電話が入りました。大谷がエンゼルスタジアムを見たいと言っている。今 CAA のオフィスを出てフリーウェイへ向かった。もう一度大谷選手に売り込める絶好機が来たと大喜びだったエプラー氏ですが、一つ問題がありました。この時 NFL のフィラデルフィアイーグルスがエンゼルスタジアムを使用中だったのです。エプラー氏は大谷選手の訪問を隠そうとしましたが、アメフトのプロチームがそこにいる状態でそんなことができるはずもなく、6フィート4インチの日本人がそこにいたら絶対に目立つよね。彼がロサンゼルスにいることはみんなが知っていた。我々はそれを隠したことはない。ただできるだけ人に見られないように球場内へ誘導しただけだ。イーグルスが球場を離れるや否や、大谷選手は球場ツアーをすることになりました。冬の工事中で、新しいスコアボード、その他の改装真っ最中の現場を見て回り、大谷選手はエプラー氏に対してたくさんの質問をしたそうです。この会合後、バレロ氏がエプラー氏に電話を入れました。バレロ氏は大谷選手がいつ最後の決断を下すのかはわからないと伝え、場合によっては決断の前に大谷選手は日本に一時帰国する可能性もあると通達しました。翌朝、エプラー氏は何も期待しないままオフィスへ向かっていました。すると車の中でバレロ氏から再び電話が入ると、エプラー氏は大谷選手がいつ決断を下したとしてもうすぐに発表してほしいと釘を刺し、いつでも結果を伝えてくれていいとバレロ氏に約束します。それからオフィスに到着した後、再び電話が鳴ります。相手はバレロ氏でした。なぜこんなに短い間隔で2度も電話がかかってくるのか。当初は混乱したエプラー氏ですが、すぐに側近の部屋に入り、扉を閉じてから電話を取りました。すると、さっきの電話で一つ言い忘れていたことがあってな。バレロ氏がこう切り出したと言います。どういうことだ。と困惑するエプラー氏にバレロ氏は、翔平大谷がエンゼルスの一員になりたいんだとさ、おめでとう。あいつはオタクの選手だ。見事に引き寄せたんだよ。絶句したエプラー氏は驚きのあまりに椅子に腰掛けることができず、床に尻餅をついてしまいます。大谷選手がエンゼルスを決めた要因としてバレロ氏は、エンゼルスとの強いつながりを本人が感じて、メジャーリーグで今後目標を達成していく上で一番手助けになりそうな組織だったから、翔平の決断の背後に何があったか、いろいろな憶測が飛び交っているが、彼にとって一番重要だったのは市場の大きさでもなく、時差でもなく、リーグでもなく、エンゼルスとの間に感じた絆だった。キャリアの中で次のゴールを目指すという点で最高の環境だと感じたのが理由ということだと語りました。そして大谷選手本人も、説明するのは難しいのですが、エンゼルスなら何かが性に合う気がしたんです。細かく切り分けていくとたくさんの要素が絡んでくるわけですが、僕はただエンゼルスでやってみたいと思った。この思いは言葉では説明しきれないものですと決断の理由を明かしています。獲得競争の初期にエンゼルスが勝てると考える人はほとんどいませんでしたが、エプラー氏の熱意が大谷選手の心を動かしたのかもしれませんね。この時42歳だったエプラー氏は24歳の時に年俸5000ドルでパートタイムのスカウト業に入ってからずっと球界に携わってきました。
現代のベースボールのフロント業務自体が進化する中で、経営陣の大部分はかつてプロ選手として活躍していたか、経済学、統計学、ビジネスで修士号以上を持っているかのどちらかでした。しかしエプラー氏はそのどれにも当てはまりません。肩の故障により選手は大学時代に断念していて、その後不動産会社でファイナンシャルアナリストに従事。それでも野球への愛情が断ち切れずに球界の最底辺に潜り込み、スカウト業務の傍ら花の配達をしつつ母親と同居していたエプラー氏。そして16年かけて少しずつ地位を高め、エプラー氏は2015年10月にエンゼルスで全米でわずか30人しかいない GM 職の一人にまで上り詰めたのです。ビリーはとにかく熱量がすごいんだ。エンゼルスでベースボールオペレーションディレクターを務めたジャスティン・ホリアンダー氏はエプラー氏の人柄についてこう語っています。彼はものすごくポジティブな性格でね、器が大きい。いつも誰かが GM のオフィスに入り浸っているくらいさ。すごく親しみやすくて誰とでも仲良くなれる人だよ。それがエプラーという男だ。親しみやすく、器が大きく、オープンマインドだ。だから大谷を納得させてエンゼルスに呼び込むことができたのだ。エプラーの大谷への思い。このようにその熱い思いで見事大谷選手の獲得に成功したエプラー氏ですが、先述の通りエンゼルスの戦績は思うように向上せず、2020年に GM を解任されてしまいます。チームを離れることが発表される前に大谷選手に向けて報告のメールが届いていたそうで、大谷選手はこれまでの感謝や今後のエールがたくさん詰まった内容で、報道で伝わる前に自分で伝えたかったんだと思います。エプラー GM は最初から最後まで二刀流を応援してくれました。感謝しかありません、と語っています。エプラー氏は大谷選手について、翔平は野球狂マニアだ。おそらくこれ以上にうまく表現する言葉はない。体を鍛えるトレーニングにしろ、投打の調整で前進していくことにしろ、彼のアプローチは真剣そのもので集中している。私が彼について感心していることは、持ち球を使ってストライクを取る能力だ。彼は先日の紅白戦でオフスピードピッチの感触やボールを投げた時の手の感覚に慣れるために、より多くそれらの球種を投げていた。彼のマウンド上での取り組み方、そして打撃面での取り組み方に私は非常に満足している、と他に類を見ない野球選手としての才能を評価しています。現在は右肘靭帯の故障によって試合出場ができていない大谷選手。2度目のトミー・ジョン手術となれば来季の投手としてのプレーは不可能と言われていますが、エプラー氏は、私は彼がマウンドと打席に立つ姿を気に入っている。そして彼が走るところも注目している。彼の二塁打も大好きだ。彼は走る姿も見ていて本当に楽しい。大谷選手は渡米後に右肘、左膝とメスを入れています。体の負担の大きい二刀流。今回の大谷選手の故障を受けて、世間では投手か野手のどちらか一本に絞った方が良いといった意見も多く出ています。それでもエプラー氏は、ノーだ。私は一度も考えたことはないし、この100年に一度の天才の可能性を狭めるようなことはするべきではない、と語っています。23年9月13日現在エプラー氏が所属するメッツは、かつてブルワーズを4年連続でポストシーズンに導いたデビッド・スターンズ氏を編成本部長に任命することを発表し、エプラー氏はスターンズ氏の部下として働くことが決まりました。今オフに FA となる大谷選手の去就について、再びエプラー氏が動き出すのではないかといったメディア報道もありますが、一体どうなるのでしょうか。今後の動向に注目ですね。